こんにちは、翔です。今日はドライレコを紹介したいと思います。ドライレコは走行中の記録を使用しています。所有者、乗用車、バス、重機、軽機、バッグなどの車の分野によって各車両ニーズのレンズに応じます。これから車とバイクにおけるドライレコの応用を紹介します。TC2010 は車における応用のドライレコーです。後付けのリアカメラは AI 検知機能付きのカメラです。後方車両や歩行者を検知してブラインドスポット検出機能になります。また、システムが自車と後方車両や歩行者の距離や接近スピードを演算して警告音やランプなどで提示します。TC1919 はバイクにおける応用のブリカタドライレコーです。GPS、G センサーを内蔵以外は 1080p 高画質と防水防振機能を持っています。また、Wi-Fi をつながってスマホアプリでリアタイム映像確認できます。このような便利でユーザーフレンドリーなデザインは私たちがずっとやってきたことです。車用カメラモジュールにおいて総計光電は完全なソリューションを提供します。私どもはデジタルカメラモジュールと車用安全システム製品に専念して、去年の専門的な設計と製造経験を備えております。日本の自動車メーカーさん、および TR1 メーカーさんへの能力知識があり、車載サプライヤーチェーンからも厚い信頼を得ております。皆様からのご要望がございましたら、弊社にてお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせのリンクは下記になります。また、弊社のチャンネルへの登録もお願いいたします。インスタ、フェイスブックのフォローも合わせてお願いいたします。また会いましょう。